なくないか今の俺に。よーし、 JP 超え来た。俺のランク史上最高かな、モダンガツエースクラシックより。好きなくないか今の俺に。絶対にドライブダッシュ止めるし、絶対に上止めるし、じゃあどないすんねんって話ですよね。これがモダンです。余裕で返すらマジで。はいよ、いっちゃがり。マジずっと指かかってんの強え。あの俺必殺絶対ね、俺の配置がいいよ。俺これ完璧だと思ってる自分で。この配置、右のここ R1 が SA ボタンで、その下がインパクトで、こっちにアシストとパリ、絶対これがいい。でなんでかっていうと、まず SA とインパクトを一緒にしてる理由が、押し間違えてもインパクトが出るか SA が出るかだから、絶対インパクトには勝てるんだよ、間違ったとしても絶対。でアシストボタンをその右手全部にやると超むずいの。キャラの移動って常に動かしてるじゃん。だから左手ってずっと親指に集中してるわけじゃん。だからコマンド中に方向キー、なんだろう、なんていうのかな、そのアシストボタンが右についてると絶対難しいの。そのアシストボタンを押しながらこっちを押さないといけないじゃん、絶対技を押すとき。だから別々にした方がアシスト丸とかはめっちゃやりやすいと思う、絶対に。で上がアシストか下がドライブラッシュパリ、パリボタンかは自由にすればいい、こっちも。でも多分絶対こっちの方が俺はねおすすめ。行くぞマスター、行くぞ。あ、来た。あ、違う。なんだよお前、諦めたんじゃないのか。は？美味しすぎ、まずすぎ。押したば。いやでも使ってくれるなら、え、うわー、そっか、なるほどね。まあでもはい、先に入れさせてもらうよ。全然いい。モダンモダン、モダンなら見える、リニアが見える。あと一勝、行くぞ。パッド、モダン、ジュリ、全部初めてが3拍子揃ったけど、マスターいけるぞ。モダン落ちるというか、え、マスター加藤
万人来た。飛びはきっちりガードで対応、焦らずどっしり構えている。ガッツポーズが断絶させた側が有利なので、なるべくキックで打ち落としていきたいところだが、手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、ここでの押し引きが重要になる。 OK、 よーし勝つぞ、マスターに勝って終わるぞ。ここからどう展開しますかね。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ガードしてる、エラ。やべ、もったいね。勝ちに行こう。いや、もったいね。恐れずに打てばよかった。モダン、モダンじゃない、インパクト。マイステップ止めてくる。一旦使います。モダン、よーし、いったー、モダンジュリマスター、いったー、9連勝です。モダン強えー。いや、俺もこんな、俺結構長引くかなって思ったけど、いけたぞ。ちなみにジュリはガチでパッドで認定戦もやったんで、どうなるかちょっと見てみようか。えぐいぐらいおもろいね。累計のランクマッチ、でジュリやば、 76% だ。 JP 超え来た、JP 超え来たわ。ああ、多分最高、俺のランク史上最高かな。 76% 初モダンパッドジュリ 76% です。皆さん強いです、モダンジュリ証明しました。いやー、ちょっとね、これマジで多分これも動画になると思うからちょっと言いたいんだけど、心のやっぱどっか奥底でクラシックの方が上だと思ってました。僕、初心者が使うものだと思ってました、モダン。ごめんなさい、全言撤回させていただきます。モダンクソ強いっす、モダンクソ強いし、パッドめっちゃ強い。やっぱりインパクトボタンに指をかけれてるのが強すぎる。僕純コンでやったんで、このほら、しかもいつもエーペックスとかで使ってるパッドだから、高いゲーミング、まあこれも高いけど、純コンしか持ってないよって人も頑張ってやってほしい。パッドとの相性が良すぎるもの、もうパッドの人全員モダンでいいってレベルでモダン強いわ。これはね、ちょっと楽しいわ。ちょっと隠し玉でやりたいね、誰かと対戦してる時に、え、モダンジュリーみたいなんで出したいよね。やっぱクラシックっていう
イメージが多分俺についてると思うから、え、モダンジュリーっていうので出してみたいな。いや、これはね、ジュリーは最高勝率です。 JP 超えです。JP 超えです。もう結果が出ました。モダンが強いです。クラシックよりモダンが強いです。